マスター、私はお役に立てているかしら。自分ではよくわからないの。だから、あなたがきちんと私に話してね。レージュをもっと使ってくれていいのに。命令されるのって楽しいわ。これがマスターなら誰でもいいのか、あなただから特別なのか、まだわからないことだけど。実は私眠らないの。だから夜はいつも一人ぼっち。損をしているみたいで悔しいわ。でも、あなたの寝顔を見ていられるのは役得ね。あなたの夢の中にも現れて、あなたを守れたらよかったのに。執着はしない主義だったのだけれど、今回だけは自分を曲げてみようかしら。人形が人間に憧れるようなものね。不自由な形になりたいなんて、私どうかしてしまったみたい。この感情を好きというのかしら。人理も摂理も私には関係のない話だけれど、あなたのためならどんな間違いも犯してしまいそう。もしそうなってしまったら、観念して一緒に地獄に落ちてちょうだいね。